福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズのゲーム、バッターボックスには尾形が入ります。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。インサイド落ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。打ちました。バックホームする。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー3塁1塁。バッターボックスは8番川島。先ほどの打席はサードライナーに倒れています。ヒットでランナー初球陣右中間に上がった。ここは打ち上げています。タッチアップ。2アウトランナー3塁とかあります。バッターボックス西野、前の打席ではファーストを選んでいます。ツーアウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあ、そうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。3球目見送っています。ボール、ここは落としてきました。外れてますか。完璧なボールでしたけどね。はい、スリーボールツーストライク。これで3アウト、試合終了。ソフトバンク、打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。